いいかな。聞いてなくなっちゃうじゃん。前傾姿勢ですか、前傾姿勢。さあ、皆さん今日はどうもありがとうございます。初めましての方も多数いると思いますが、今日1日5時まで、オープンマイクで、花火と一緒に、違う、オープンマイクだよな、はいはい、オープンマイク形式で、花火をやりたいと思います。911じゃない、311震災ありましたが、うちの中にも、AIM の中にも4組ほど被災している方がいます。いろいろありますが、これから9月の仙台のお祭りの方も今打ち合わせが進んでますんで、できる形で、協力していきたいと思います。じゃあ、けんぱい。けんぱい。はい。あんなに入った。いきなり。ね、簡単に紹介したいと思います。今日初めましての方、1人目、浜田あさみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あと2時ぐらい到着予定、よいじゃめさん。あと、今ちょっと友達を迎えに行ってるが、あいまつりの司会をしてくれたひろみさん、はい、あとは、つとむさん、まだ来てない。で、追ってくるのが、けんごさん。続いて、はじめましての、これはなんていうもんだろうな、 N-TZ さん。あと、コナクラムさん家族、未来愛子さん。あと、高桑正信くんは相模野のライブが終わりしてこっち行きます。時間差ですね。あと、曽谷武志君、さやかなさん、まるちゃん、山田隆文、郷中川、徳さん、で、岸さん、あ、徳留浩二です。イエーイ。はい、しおりー。どうも。いや、全然調子ないです。ささやかですけども、適当に食って食べて飲んでください。はい。で、今日は、会費無料ですが、気持ちだけあそこにある募金箱に、義援金として入れてもらうとありがたいです。どうも、徳留浩二です。今日は楽しかったね。15分ぐらい皆さんがポジティブになれるように歌いたいなと思います。ポジティブシンガーソングライター、皆さんもしよかったら聴いていってください。よろしくお願いします。今ぬるま湯に浸かってて、早くここから抜けたいなって、気持ちからやっぱり出たくない、このままで痛い。幸せと悲しみは必ずやってくる、どちらかがどちらかを笑って笑って喜んで喜んで、もし君が動けないなら僕が手助けて切るから、さあ泣いて泣いて悲しんで悲しんで、我慢は早死にする、そうだから思い切り泣いて、
人が苦しんでる。テレビつければたくさんの人が輝いてる。背負うものばかり増えていくけど、それも幸せなことかもね。どうもありがとうございます。